皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回の動画は潜水法に続くおこなお化けというメイクの仕方をご紹介したいと思います。潜水法っていうね、メイク術は結構ご存知の方も多いと思いますが、これは割と通常通りのメイクをした後に、ぬるま湯に顔を30秒間つけるというね、ちょっと面白いメイクの仕方です。で、これは私実際に試したんですが、確かに全然こう崩れなくてよれなくていいなとは思ったんですが、私肌が混合肌で顔全部がもうピタッとファンデーションとかがくっついてくれる感じがするけど、乾燥がちょっと気になりまして、なのでちょっとまあ本当海に行く時とかこうすごい汗かくなっていう風に予想ができる時にはこれはいいなって思ったんだけど、通常でね使うにはちょっとどうかなっていう風に思ってました。ただこの潜水法にも似たやり方のこのおこなお化けっていうメイク術は、潜水法に比べてあまり乾燥が気にならず、私のようなまあ混合肌の方とか、まあ一度潜水法を試してみたけどという方とかにはぜひ試していただけたらなと思います。では実際にメイクしていきたいと思います。使っていくものは、私はまずプリマビスタの下地を使っています。この下地はすごく優秀で、全然皮脂とかテカリとかが気にならない下地なのでおすすめです。これを油っぽくなりやすい T ゾーンやテカリが気になる部分に中心にのせていきます。次にファンデーションを塗っていきます。このファンデーションは私は 24H コスメのスティックファンデーションを使っています。リキッドファンデーションとかを使ってもいいんですが、リキッドファンデーションはこのファンデーション内に配合されている水分の量がちょっと多いので、そこまで力を発揮してくれません。なのでスティックファンデーションであったりとかクリームファンデーションとかの方が、油分を多く含んでいるものの方がしっかりと肌に密着してついてくれるのでおすすめです。そして余分なファンデーションをパフで取っていきます。これでベースが完成したらおこなを使っていきます。いきます。よいしょ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 。もうね、だいぶ真っ白リンリンになっちゃいましたけど、こんな感じでがっつり塗ってきます。ベビーパウダーが結構白いので、こうね、ほんとね、なんか歌舞伎役者みたいな、若干不安になるぐらいのこの粉感を出していきます。通常のルースパウダーとかでもいいんですけど、私はちょっとまあお金の部分でやっぱりこっちの方が使いやすい、気持ち的に使いやすいのでベビーパウダーを使っています。こんな感じでかなり真っ白リンリンになって、おこなお化け状態になったら、ここからこのような水スプレーであったりとか、あとは化粧水のスプレータイプ、私はノズルを変えただけなんですけど、これを顔に吹きかけていきます。なんか一見ね、これで化粧が崩れちゃいそうなんですが、ここでもあまりこう気にせずビシャビシャにかけるのがポイントです。このエビアンのスプレーはかなり細かい霧状に出てくれるので、あんまり顔から滴ることもないので、通常のメイクにまあほんとひと手間加えるだけっていう感じで、すごく使いやすいです。そしてこの状態になったら、このティッシュで拭き取っていきます。わあ、はあ、ということで拭き取り終わってからこう触ると、超ね、肌がサラサラなんです。見てください、仕上がりがすごく綺麗なんです。粉をたくさんはたいてるからっていうのもあると思うんだけど、ファンデーションがねしっかり肌に密着してくれ、かつパウダーがしっかり抑えてくれたのが、もうピタッと肌に密着したっていう感じがして、すごいもうね、陶器のような陶器肌と言いますか、すごくね綺麗な仕上がりになります。お水をかけるとね、こう崩れるっていうイメージがあったんだけど、これをやることによってしっかりファンデーションとこのパウダーがもう肌にピタッ
と吸着してくれるので、この状態で例えば汗とかをかいても全然こう化粧が浮かないようになりました。ということでメイク全体仕上げるとこんな感じになりました。もうかなりしっかりとこのベースができてくれているので、こうアイシャドウのノリであったりとかチークのノリとかもすごくいいです。発色もしっかり出てくれる感じがしました。潜水法の場合はぬるま湯を用意して洗面台行ってみたいな感じでね、移動しなきゃいけないっていうことがあると思うんですけど、こちらのお金お化けだったらこのスプレーをね使うだけなので、スプレータイプの、まあ持ってない方はスプレータイプのなんか霧吹きみたいのにお水入れてシュッシュってやっていただければ簡単にできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ということで最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いいたします。ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。